4月2日金曜日、時刻は夜7時30分になりました。東京 FM をお聞きの皆様、はじめまして、日向坂46の小坂奈央です。さあ、4月から毎週金曜日のこの時間は、私小坂奈央がご一緒させていただきます。いや、ついに始まりましたけれども、まず自己紹介をさせていただきたいなと思います。私小坂奈央は日向坂46の2期生として活動しております。年齢は18歳で、3月に高校を卒業したばかりなんです。無事に卒業できました。出身は大阪府です。まあ、関西弁を話すことも全然あるんですけど、なんか敬語になると標準語に戻りがちなので、このラジオにも慣れてきたら関西弁でいろいろ話していけたらなと思っております。いや、なんかこのソロのラジオっていうのが初めてで、今話してるんですけど結構緊張してて結構ガチガチなんですよねまあでも、なんか私ブログにラジオをやりたいっていう風にちょっと公言してまして、でそのブログを更新した後にこのラジオのお話をいただきまして、ありがたいことに。もうだからこの機会をもう逃すまいと、私はこの勢いでこのラジオをスタートしたというわけです。Yeah.